ワンプッシュ白髪め。東京銀座、大人の品格漂うこの街は、寿司職人が一度は店を出したいと願う最高の舞台。その舞台にふさわしい名店が生まれた。口コミで、情報誌で、その卓越した握りの技が絶賛され、今や当代一の実力店との呼び声も高い、その店の名は寿司水谷。かつて江戸前寿司の最高峰、数寄屋橋二郎で研鑽を積み、40年以上のキャリアを持つ主人が満を持して銀座にオープン。食通もうなるその握り、天然塩を使った濃い塩水で旨味を引き出した小肌、その絶妙な締め加減を味わう。丁寧に素材を吟味し、仕事を重ねた水谷の握りは、まさに江戸前寿司の神髄と呼ぶにふさわしいもの。中でも、はい、主水谷が最もこだわるのがマグロ。とろけますね。マグロでその寿司屋の格が決まっちゃうのとかありますからね。だからマグロはちょっと妥協できないですね。そう語る水谷が信頼を寄せ、マグロを仕入れているのは築地の仲卸、藤田水産。社長の藤田は築地でもトップクラスと謳われる目利き。見て触れば口にせずとも味までわかるという。すげえな。藤田の目にかなったマグロにはハズレがない。その秘訣は何なのだろうか。色が良くて脂があってっていう、それ以前に味。その味は何でわかるんですか。感。それがこの津軽の天然本マグロ。そうですね、今日これがおすすめ。味はいいです。藤田は水谷もきっとこれを選ぶと断言。果たしてどうなるやら。水谷がやってきた。気に入ったマグロがある時以外は買わないという水谷だが、なんかちょうど良さそうないい感じのがあるんです。水谷も触って味を判断する。触った感じだとやっぱり奥の方がいい感じなんですよ。藤田の予想は的中。水谷も藤田おすすめのマグロを選んだ。指で味が分かる。常人のレベルを超えている。じゃあこれでお願いします。はい。2人の目利きが選んだマグロはやはり上物だった。大トロの脂のキメが細かいのは口の中でとろける証。シャリもマグロに合わせ、少し塩を効かせた酢飯で握る。熟練の確かな技から生まれる珠玉の握り。上品な油の海苔で一番人気という中トロ、口に運ぶとさらっと溶けてしまう。油のきめ細やかさで選んだ大トロはしつこさが前面に出ない。赤身は鉄分を程よく含んだわずかな酸味と香り、マグロ本来の醍醐味を堪能できる。この店のマグロの握りには水谷のマグロに対するこだわりが全て注ぎ込まれている。まあマグロは王様だと思ってますね。